占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、今日はモアさんね、どういうご相談内容ですか？私、はい、すごい物を壊しちゃうんですよ。うん、もうどんなもの？なんか小さいものだと、うん、鏡とかも1回使うだけでもその日に割れちゃうし、うん、シェアハウスに住んでるんですけど、うん、なんか共同の洗濯機があって、うんうん、みんなで使うの？そう、みんなで使うのが2台しかないんですよ、うん、2台のうち、まあ、両方なんですけど、うん、なんか水が溢れちゃって、それが私の原因で水が溢れてしまって、うん、次もし壊したらちょっと出てってほしいって言われてしまって。自分が欲しいなとか必要だなっていう風にすごく思って買ってるっていうよりも、その場しのぎとか、あ、そっちが多いのかな。あ、多い、うん、だからいらなくなったからもう壊れていってくれてる。洗濯機も壊れていいやってちょっと思ってたかもしれない。自分のものじゃないしと思ってたかもしれない。もしかしたらちょっと心のどこからちょっとぐらいは、まあ、あの壊れていいやと思ってないとしても自分のものじゃないからとか、うん、っていうのはあるんじゃないかな。ああ、もっと物に対して大切な気持ちを、そう、ありがとうっていう、うん、自分と自分とこう、うん、自分を扱うようにって言ったらいいの。ああ、確かに、うん、自分に対しても雑念じゃない、うん、結構雑かもしれないですね、うんうん、まずじゃあ自分に対して雑なところを、うん、あの改善していくと、物に対しても雑なものを、雑な扱いってい いうものじゃなくなる。あ、なるほど。今の状態の自分をまず許してください。私こういうところあるよね、うんうん、確かにすごい、うん、ちょっとその内容で書いていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、先生みたいな人は憧れですね。No! 落ち着いてて、すごい。どうしちゃったんだろう。そういう女性いいなと思います。それでは、モアさんと同じようなお悩みの視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。自分を知り認めること、自分を許し大切にすることで相手や周りのものを大切に扱えるようになる。大事にしてください。はい、ありがとうございます。玄関に飾ります。玄関に。